ちゅんのママチャンネルへようこそ。高嶋亜希です。じゅんです。じゅんくんもいます。今日は、婦人科の検診に行って、ちょっと21週ですねの時に行ってまいりました。性別判明いたしましたので、今日は夫のゆうじにサプライズとして、まあ、今流行ってるっていうか、よくやるジェンダーリビールですかね、のよくケーキとかはあるんですけど、こっちはちょっとケーキとかあんま食べないので、カレーの中にちょっとある仕掛けをしまして、そこで夫に性別発表してみたいと思います。それではスタートです。じゅんこじゅんこ、いえ、そこにいてて、今日はユージが、夫のユージが体のケアをしてきたので、ちょっと私たちとは別の時間にご飯でございます。でちょっと今日はこういうメニューになっております。カレーとサラダとスープなんですけれども、このあ、風呂が電気つくばい、なんで今言うなんで今言う、今日大丈夫。このカレーライスの中にある仕掛けがしております。このカレーの中、ご飯の中に仕掛けがしてありまして、ご飯の中、そうそう、仕掛けがありまして、人参が入ってると、うん、女の子、人参が女の子、枝豆が入ってると男の子、枝豆が男の子ね、そう、うん、です。ぜひ食べて、この中に入ってるってことやね。はい、高橋家第2子の性別を、いやいや、どうぞ。めっちゃ外からも普通に食べていいやろ。普通に食べてっていいよ。いただきます。端っこから食うよ端っこから食っちゃうよ。カレーうまい。うまい、よかった。でもガッポガッポって開けてほしい尺的に、うん、別に全然どっちでもいいよ。別に食べ進めててもいいし、まガボってしてもいいし、別にそっちからじゃなくていいよ。自分の方でこっち寄りに置いてんじゃん、多分。ねえねえ、こっちから見えちゃってるけどさ、こっちから見えちゃってるとか、ユージが見えてないから反応しないから、早く自分の方から開けて。ねえねえ、こっち、うん、自分、何だっけ、人参が女の子、男が枝豆。うん。嘘。男？マジで？そうです。やばい、家ジャングルじゃん。ほんまに？じゅんくんがお兄ちゃんになります。ん？ね、じゅんくんね。や。弟ができます。違うの？違うの？すごい、おめでとう。そうなんです。男の子という結果でございました。すごいな。でもね、ジュンは予言してたんだよ。女の子じゃないって言ってた。そう、ん、こっち来ない、こっち来ない。ジュン、男の子やばいの、やばいね、いっぱい遊べるやんの、やんちゃなことね。じゅんくんに弟ができまーす。イエーイ、すごい。というわけで、今日はカレーライスで、めっちゃ枝豆入ってるやん栄養的には枝豆食べてほしいから、ちょっと多めに入れました。すごい、はい、カレーライスで性別発表でございました。短いですけれども、見てくれてありがとうございます。美味しいわ、カレー。あ、よかった。これからまた高橋家賑やかになりますが、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバイ。大丈夫。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、上手。